疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと質問があるんですけれども、はいはいはい、よろしいでしょうか。どうぞ。いいですか。いつも、はい、相場情報、はい、G クラスの相場情報とかで、はい、オークションってフレーズが出てくるじゃないですか。はいはいはい、車屋さんのオークション、はいはい、でこの車屋さんのオークションって、うん、どういう感じでその取引というか、まあ、入札競りされてるのかなと思いまして。あ、確かに確かに、オークションって言ってもいろんなオークションありますからね。まあ、一番皆さん知名度高いところだと、まあ、ヤフーオークション、ヤフーオークション、ヤフオク、ヤフオクですよね。形式的にはああいう感じで、はいはい、車のオークションもされているんですかね。どういう感じかちょっと知りたいなと思いまして、結論から言うと、はい、ヤフーオークションとは全く違いますね。あ、全く違います、ね、違うんですね。そう、ヤフーオークションとかって、はいはい、まあ、出品して、まあ、どうですか、1週間ぐらいはなんか出品ずっとされるじゃないですか。そうですね、ずっと入札できる状態に、入札できる状態、はい、で、まあね、その金額も、ね、1A スタートとかってよくあるじゃないですか、はいはい、で、まあ、そこでね、その終了日に向けてこう競り合って上がっていく、で、最終ね、高値つけた人が落札するっていうところじゃないですか。そうですね。イメージで言うと、それが1週間じゃなくて、はい、数秒でそれが凝縮されてるっていう感じですね。数秒。あ、そんなに短く。そう、車のオークションって、はい、まあ、そのオークション会場ってね、日曜日以外は大体もう全国各地の各オークション会場でやってるんですよ。はいはい。で、多いとこだと1日で何台かな、1万5000台とか、規模のね、大中小あるんで、一番大きいとこだとね、1日1万5000台とか、要はさばくんですよ。はいはい。1日で1万5000台。そう。1週間とかじゃなくてですか。1日で1万5000台。まあ、もちろん G クラス以外の車とかも全部含めてですよ。はい。なので、どうかな、1台あたりの、オークションの競り時間っていうのって多分ね、15秒から30秒ぐらいで終わっちゃうんですよ。あ、そうなんですね。本当にあっという間に終わっちゃう。悩んでる暇ないですね。悩んでる暇ないんですよ。そう、なので、その一応そのオークションっていうのが、例えば木曜日のそのオークションに一通り出品、要は全部ラインナップされるのが前日の、まあ、大体夕方過ぎなんですよね。水曜日の夕方6時7時とかで、一通りその木曜日の、出品される車が出揃うという。前日なんですね。前日、まだその時点ではね、その車の情報は見れるんですよ。まあ、車屋さんが仕入れるときに一番、ね、重要視している、まあ、出品表っていうのがあるんですけど、まあ、そこで車の年式だとか、走行距離、まあ、グレードで、まあ、あとセールスポイントっていうのがあって、それはね、出品店、車を出品する車屋さんですね、出品店さんがこの車のセールスポイントはここですっていう、まあ、各欄があるんですけど、まあ、そういったセールスポイントを見ながらですね、まあ、あとその車1台1台でちゃんとね、検査をしてるんですよ、そのオークションに、競りに向けてですね。その検査員っていうのが、まあ、その各オークション会場にいてですね、まあ、その検査員が要は車のここに傷あるねとか、まあ、例えば、あ、この車フロントに修復歴あるねとか、何かこれ災害車だよねとか、要は車を、要はちゃんと検査してくれるんですよね。でもちろんそういった傷の状態だとか、そういったのももちろんね、車仕入れるときって参考にしますんで、でその出品表がね、まあ前日の大体その夕方から夜にかけて、まあ、一通り出来
ですね。実際にね、その人がいくらいくらっていうんじゃなくて、そのオークションも一応ね、インターネット上でやれちゃうんですよ。要はパソコン見て、セルね、ボタンがあるんで、こう自分が買えるとこまで押していくっていう。で、まあ最後まで要は押して続けた人が買って落札するっていう。その競り合うとことかはね、一緒なんですけど、結構それがもうデジタル版です。なので誰が押してるっていうのも分かんないですし、何人が押せてるっていうのも分かんない状態のデジタル版の、要はそういう競りですね。結構面白いですよ。競りもそうですけど、検査する人大変じゃないですか。まあ、検査する人もね、何人ぐらいいるかちょっと分かんないですけどね。そうで、もちろん、うん、そのね、人が要は見るんですよ、うん、その出品検査員の人もね、人なので、まあ、ごく稀になんですけど、そのね、出品表にない、例えばね、不具合箇所だったりとか、そういったこともね、当然あるんですよ、実際。まあ、そういったのはね、クレームって言って、クレーム対象にもちろんなりますしね。まあ、当店の場合だと、車ね、仮に落札して仕入れるじゃないですか。その後にもう一回第三者機関入れて、車をね、もう一回検査してますね。やっぱりその人が見るんで、絶対間違いってね、あってはいけないんですけど、起きちゃうのも仕方ないというか、ね、あるんで、なのでもう一回そこで検査して、まあ、本当にね、それで問題ない車っていうのをちゃんと検査してから、実際こう販売させてもらってるっていう感じで、っていうのをもう本当に日曜日以外ですね、月曜から土曜日まで、オークション会場があるので。そう、あ、じゃあそれを毎日 G クラスどんな感じかっていうのを相場ずっと見てるわけですね。そうなんですよ。お疲れ様です。そんなのでね、30秒ぐらいで競りも終わってしまうので、その下準備っていうのは相当下準備はしてますね。下準備、そう、例えば車の相場とかもそうなんですけど、例えばもうそのじゃあ競りスタートしてから、あれ、この車相場いくらまでだったらお買い得なんだろうとか、そんな調べる時間ないですから。なのでもう事前にこの車は相場だよねっていうのをやっぱね、ちゃんとこの準備しとく必要があるんですよね。その競りをやるとき、うん、注文販売とかでね、ご注文いただいてたりすると、まあその当然オークションから仕入れるケースになるんですけど、注文販売の場合は、まあ、特にその実際にこの出てきてこう競りをやる前段階の打ち合わせっていうのは、相当ちょっとね、細かくというか、だいぶこう詰めた話というかですね、まあ、もちろん、そういう車の情報だったりとか、そういう車両状態もそうなんですけど、まあ、例えばご予算も、この車はいくらまでにしましょうっていう、その予算決めもそうですし、まあ、あとですね、要は出てきてすぐね、もう競りになるんで、例えば事前にもう名義を誰にするのかとか、あとまあね、購入方法も、例えばローンにするのかどうかとか、ローンとかだったらね、事前に審査をしておかないといけないので、なので、ね、その事前準備っていうのはやっぱり相当しっかりというか、しないといけない感じです。もう本当にそこって感覚がね、前日の夜こういうの出てますよっていうご案内して、もう翌日のね、早いともう9時から一発目でね、競りでもう
ドヤフーオークションとかだと、はい、あのいろんなものを探しながら決めれるじゃないですか。そうですね、これを買おうか。ああ確かに確かに、うん、でももうその車屋のオークションになると、うん、もうオークションはもう選ぶじゃなくてもう買うって決めてもうスタートするって感じなんです。そうですね。でも事前の準備でもうここはこれまで買う、 これはこの金額までは買うみたいな。そうなんですよ。もう絶対決まってる状態でっていう。そうなのでね、例えば注文でもらって、あ、今いくらまで上がっちゃったんでどうします、もう10万円いきますどうしますっていう相談とかできないんですよね。そうですよね。30秒ぐらいで終わりますもんね。そうなのでもう本当に事前準備っていうのがやっぱりね、しっかりしておかないと、はい、そう、相場とかもやっぱしっかり調べておかないとね、うん、それこそ50万円高く買っちゃうっていうこともあったりとか、全然そういうねことし、しかねないんで、なので準備が大事っていうところですね。そういう感じのオークションなんですね。そうなんですよ。すごい、でもね面白いですよオークション。買う方もそうですし、まあ、出品ね、うちもすることももちろんあるんで、出品する時のねちょっとね、まあ、コツというかいろんなね、まあ、買う時ももちろんコツがあったりとか、もうこれはね車屋さんならではの、まあ、醍醐味というか、まあ、やっぱね相場、そう状態がいいものを相場よりね安く買えれば、あ、なんかやったなって思いますしね、まあ、逆に出品する時も相場より高く売れれば、あ、やったなってねやっぱ思うんで、なんかこの辺は面白いところではあるんですけどね。そんな感じで、ね、業者オークションなんですよ。なるほど、そういう感じなんですね。そうなんですよ。まあちょっとね、本当はそのオークションの、風景とかも本当はねこんなところだよっていうのを、まあ動画とかでお見せしたいとこではあるんですけど、ただねこれはね流しちゃうとちょっとねオークションのね会員ルール、あ、オークションの画面ってことですね。まあオークションの画面ですね。そう、もうそれはね外部にね、出しちゃうとまずいので、まずいというか規約違反になっちゃうので、そうできないんですけどね。なんか昔なんかオークション会場、はいはい、撮ってましたね。そうですね、オークション会場ね、本当に車がね、めちゃくちゃいっぱいあって、あれ車好きな人はね、本当にねテンション上がる場所なんですよ。そう。もしよかったら昔の動画を探してもらってご覧いただければと思います。そうですね、まあそのオークションのね会場の